太陽系の第三惑星地球、水と空気に守られた生命の星である。我々地球人は今や巨大なスペースコロニーを建設するほどの科学力を獲得していた。人類は宇宙時代を迎えようとしているのだ。だが大宇宙には我々地球人のまだ知らない多くの謎が存在しているのだ。この宇宙の裂け目、虚構もその一つである。この虚構の中に宇宙犯罪組織マクーの本拠があるのだ。東京地底の海洋祭、銀河連邦警察の宇宙刑事ギャバンが特命を受け、地球を目指しバード星を飛び立った。すでに始まっているマクーによる秘密基地建設を阻止するのだ。急いでくれ。それから、我々を裏切った元宇宙刑事のハンター・キラーと名乗る男には十分気をつけてくれ。油断するなよ。あの星は母のふるさとでもあります。マクーの勝手にはさせません。地球に到着したギャバンは早速調査を開始した。ちょうど同じ頃、 UFO を目撃した幼稚少年はマクーの秘密基地に迷い込んでしまった。急げギャバン、マクー基地から少年を救い出すのだ。来
刑事ギアバンがコンバットスーツを従着するタイムはわずか 0.05 秒にしない。では乗着プロセスをもう一度見てみよう。作り出すことができるのは裁判
陽一を助けアバロン乗馬クラブで働くことになったゲバンは母の姓をもらって一乗寺レスと名乗った。かくして宇宙刑事ゲバンと宇宙犯罪組織マクートの熾烈な戦いの幕が切って落とされた。乗着せよ宇宙刑事ゲバン。